なるべくこう多元的なものの見え方で自己形成というか、なんかこう自分を作っていくのかなっていうのを、なんか何年かとかその子たちと一緒にいるとすごく興味が湧いてきて、見つめ続けている結果、これここまでの解像度が立ち上がってるっていうのが、まあただものじゃない感しかないんですけども、今回のピックアップアーティストは川端健太さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。川端健太さんです。現代における視覚体験やコミュニケーションをテーマに、この時代における感覚を掘り下げ、絵画としてアウトプットしています。その作品は東京芸術大学大学美術館や LS 株式会社コイルセンター藤田にコレクションされるなど、期待が集まっているアーティストの一人です。作品をね、全部こう引きで撮ろうとしたら、もう今までとは比較にならないこう、ね、価格になってて、僕ら豆粒になってると思うんですけど、ここに こだわるというか、あえて 今これに着目してるってどういう経緯なんですかね。個人的にこう一つの作品とか一つのものに長く向き合うというのが多分性に合っているというような感覚があって、それ幼少期から例えばゲームやるにしろ何か遊ぶにしろずっとそうだったんですけど、性格とかもあって、なんていうかその表層のところで出ている写実的なみたいな、そういうところにあまりこだわりというか、なんていうかそういう言葉を背負うみたいなところには少し違和感があるんですけれど、今自分の中では一番実感を持って制作することのできる方法という意味合いで書いています。ちなみにこれは完成はしている？それがすごく難しくて、多分書こうと思えばというか、さっきも見ててもっと書きたいなとか思って見てたんですけど、多分書こうと思えばいくらでも書けてしまう。ちなみにこれはじゃあ制作期間というのはここまででどれぐらいかかった？大体2年くらいで、この子が生後半年ぐらいの時に書いた、今もう3歳に黒い部分に今は照明が反射してますかね、あと私たちが映り込んだりですとか、鑑賞者が入り込むっていうのも面白いなと思って。普段は油彩ももちろん描くんですけど、モノクロームの素材で作品を描くことが今までは割りかし多くて、油彩というよりはそのどちらかというとアクリル素材というか、その水性系のメディウムで描いていたんです、でそこで最終的にスマホの画面みたいな、そういう光沢をつけるみたいな処理をしていて、そうすることで例えば鑑賞者が映り込んだりとか、周りの景色が映り込んで、なんていうか、まあ、それはノイズといえばノイズだし、なんか作品がそこだ、それだけでとどまらないで、こういろんな見え方をしてくれたりとか、なんかそういう意味合いでやったりしていました。これはちなみにどう書かれたんですか？いろんなやり方をやってきているんですけど、最近はもうとにかくいろんなメディアを通すようにしていて、写真も撮るんですけど、写真だけをずっととかっていうのはあまりなくて、立体にしたりとか、型を取ったりとか、ライフマスクみたいに型を取ったりとか。じゃあもう石膏で型取って料理してみたいな。赤ちゃんだとなかなか難しいんですけど。ちょっと難しいですね。まあ、写真の時もあれば、その石膏もあれば、その自分が描いたドローイングもあれば、ただ実物をそのまま描くというよりも、何かこう一つ視点をこう介入させるというか。僕なんか映画とか映像作品とか、もちろん音楽とかもそうなんですけど、そういったアニメーションとかすごく好きで、それでも僕は絵画を描いているんですけれど、なんか絵画一枚というよりは一コマというか、アニメーションの一コマのようなこうつながっていくもののように捉えていて、でなるべくこう多元的なものの見え方で、一つの方向から見てだけだと少しなんか自分の中ではあまり絵を描くことが難しくて、赤ちゃん描いたのも、まあ、この子もそうだし、最近そういう小さい子たちと触れ合うことが機会が結構あって、なんかその子たちがこうどうやってこう自己形成というか、なんかこう自分を作っていくのかなっていうのを、なんか何年かとかその子たちと一緒にいるとすごく興味が湧いてきて、なんかお母さんとこの子がいる時とかに、お母さんはこの子に話しかけるんですけど、この子になって話しかけるという赤ちゃん言葉とか、なんか痛い時に一緒に痛い痛いって言ったりとか、母がこう母としてというよりはその赤ちゃんになりきって話しかけて、でその赤ちゃんはそれを真似するとかをする、そうやってこう自分ができていきますよね。なんかそこに実態ってあるんだろうというか、
そういう小さい子たちと一緒にいるとそういうところが興味出てきているので、あまりその表層的なところというよりは長い期間にこう観察していって、その都度作品を残していきたいっていうような感覚でいるので、この子をずっと取材したいなというふうに思ってます。視覚的な感覚体験をテーマにされているということだったんですけれども、やっぱり今お話しされたようなこととかがその内容になってくるんでしょうか。そうですね、それも一つで、やっぱり僕は絵を描いているので物事を見ることとかそれをどう捉えるかっていうところをやっぱりずっと考えているんです。例えば美大予備校みたいなところに行って美術、日本の美術は最初デッサンが結構基本的だったりするので、物事を観察してそれを描くみたいなことをする中で、あんまりこうみんながみんな同じものを共有してるわけじゃないし、目ってすごく構造から絶対的じゃないというかすごく適当な部分が多い。なんか色を見ることもそうだし、把握することとかもほとんどが脳で作り上げているみたいなところがあって、うん、で例えば僕の祖母が98歳なんですけれど、祖母の話を聞いていたりとか、まあ、本読むでも大学の授業でも何でもなんか時代が違う人たちとの話を聞く中で、僕たちがこう今生きててここで暮らしていて物事を見ることにどんな特徴があるのかなっていうのを過去というか先輩方からの話を聞いてるとすごく気になるようになってきて、今って簡単にどこでもアクセスできるし誰とでもやり取りできますよね。なんかすごく何億画素とかの写真も簡単に見ることができるし、どんなに離れていても誰とでも話せるというか、でもそれってそこの前に実体のその人がいるわけではなかったりしますよね。いろんなものを挟んで情報を得たりやり取りしたりっていうのが今の特徴っていうのを祖母の話とかを聞いているとすごく感じるんですよ。直接的なやり取りだったり直接見るとか触るとかそういう経験が本当にないっていうのを小さい子たちと話してても思うし、実際の経験としても祖母と比較すると本当にそういうのってなくなってるんだなっていうのがあって、そういうたくさんの階層的ないろんなこうフィルターを通して物事を見てる、でそれがなんか実態を伴わない、目の前に実態が伴わなかったりなんか不確実だったりなんか目が合っているけど本当に合ってるのかなみたいな、そういう感覚をすごく僕は感じていて、でなんかその多層感みたいなのも僕は油絵を描き始めたから感じたのかなっていうのを最近思っていて、なんか中世のその昔の油絵とかを調べたり見たりしていると、その下地から最後のニスの層までに8層とか9層とかの層でレイヤーで油絵って見えているんですよね、なんかその例えば赤色を置いたから赤く見えるわけでもなくて、下にある色にその上に乗せることでそれが赤に見えたりとか、そういうふうに本当に複雑なレイヤーによって油絵って構成されていて、なんかそういうのと僕が気になっていることっていうのは少しつながりがあるなっていうのを最近、まあ、今回ミーティアートフェスティバルにも出ていただけるということで、はい、そこではどういう作品を出展していただけるんでしょうか。そこでは先ほどちょっとお伝えしたんですけど、鉛筆というかそのモノクロームの方の作品を、絵画ですけど、を展示させていただきたいと、そもそも聞きたかったんですけど、結構作品のモチーフになるものが顔だって、はい、ポートレートみたいなものが多い、まあ、もちろん全体のものとかもあると思うんですけど、表情というか人間の顔というものを見つめるっていう、そこに視点を置いてるそのなんていうか動機みたいなものが気になったなと思って、僕は結構学部というか大学に入った時からポートレートを描いてきていたんですけれど、その時は正直なんとなくでした。なんかこう楽しいなとかで、そういうなんとなくをずっとやっていて、そのなんとなくが耐えられなくなって描けなくなった時があったんです。で少しそのポートレートみたいなところから離れた時期があって、でなんか最近は先ほどお伝えしたようにそのこう自分が出来上がっていく過程とか、物事を見ることってどういうことなんだろうとか、コミュニケーションとかやり取りとかどういうふうにやってるんだろうみたいなところが表現したいというか、そういう感覚があります。なのでその顔を描きたいというよりは、なんかさっきお伝えしたようなことを表現するために選択しているというか、とはいえ見つめ続けている結果、これここまでの解像度が立ち上がってるっていうのが、まあ、ただものじゃない感しかないんですけども、いやこれからの活躍も本当に楽しみにしております。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。川端さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
。